今回は大きな木を紹介します。幼い男の子が成長し、老人になるまで温かく見守り続ける一本の木。木は自分のすべてを彼に与えてしまいます。それでも木は幸せでした。大きな木と少年の友情を描いたお話。大きな木がかわいそうすぎるって思いながらも、 どこかでそれは分かりきったことと思っているさめた自分が存在していることに気づきます人間と木の時間の流れ方の違いが残酷なまでに二人の距離を遠ざけていきます少年の成長を見続ける大きな木の優しさであったり愛し続ける思いが読んでいて胸が痛くなります大切な人を思いながら読むと良いのかもしれないですねそして 大人が大人になってから読む絵本なのかなとも思いました。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。